皆さんこんにちは、なるほど10です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、しずくちゃんの657ステージ攻略いってみましょう。前回の動画であれですよね、なるくん天ぷら食べてきましたっていうお話してましたけど、いや、ちょっと面白いエピソードがあったんですけど、そう、あれだったんですよ。何でしたっけちょっと忘れちゃった。そう、普通にナロ君天ぷら定食を注文したんですけど、ナルパパはなんかですよね、ちょっと豪華なの食べたいって言って上天ぷら定食をお頼みされたんですよね。ワンランク上のタイプなんですけど、いや、それが届いて面白かったことに、普通の天ぷら定食はエビと豚肉が入ってたんですよね。で、ナルパパが頼んだ上天の方にはエビが2匹で豚肉が入ってなかったんですよ。その代わりだっか、かき揚げとか、味付け卵とかですね、そういったのが入ってて、一品多かったですかね、量的に。で、ナルパパは豚肉が食べたかったらしくて豚肉が食べたかった。で、まさかのちゃんとメニュー見てないから、上天だったら多分お肉がいいの入ってるとか、なんか多分そんなイメージで中身見ないで注文しちゃったみたいで、わーってなんかわめいていらっしゃったからですよね。なるほど、この豚肉をそっと半分切ってあげましょうということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、方はそちらもご覧くださいませ。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。